はいどうもこんにちは、翔平です。やってきましたね。4月の使ってよかった、美容のお気に入り商品紹介コーナー。ちょっと下っちゃいましたね。はい、先月もね、3月のお気に入りっていうのをやったんですけど、今回もね、まあ、4月が終わったということで、紹介していくんですけども、やっぱりその4月っていうことで、まあ、新生活ね、大学入学とか、高校入学、はたまた、社会人だったり、まあ、いろんなね、方がこう新生活を迎える年でもあったんですけど、それのせいか今回紹介するのはちょっと特殊ですね。はい、なんでかっていうと、やっぱり皆さんね、髪パーマだったりとかカラーだったりとかいろいろやる方多いと思います。その中でこう僕がサロンワークだったりとか、まあ普段でもそうなんですけど、すごいこの季節なんかこれやっぱいいわって思ったのを今回は紹介していきたいと思います。ちょっとイレギュラーな感じですね。で、いつも通りワックスとスプレーも紹介していきますので、早速やっていきたいと思います。はい、まず、ワックス、スタイリング剤編からやっていきたいと思います。今回はですね、中野シリーズでございます。はい。僕の気分っていうのもあるんですけど、すごい中野を使うことが多くて、その中でもね、すごい気づいたら使ってたなっていうのを紹介したいと思います。まず一つ目がですね、前も動画で紹介したこちらの新しい中野の、プロフェッショナルモデル、中野の5番でございます。結構これいろんな美容師さんが使ってて、まあなんか正直タントと違いがよくわかんないっていう方もいれば、上園さんはね、なんかタントよりちょっと硬めって言ってたんですけど、僕的になんか使ってこれタントより若干緩いんじゃないかなって思いました。はい、確かこれ原料もそんなね、大して変わんないんですけど、なんかちょっとね、下の方の書いてある成分がちょっと変わって、僕的には若干緩くなったかなと思いますね。中野も結構時間が経つにつれて硬くなってくるので、使う人のタイミングとかにもよってまたね、感覚違うのかもしれないんですけど、まあでも普通に使いやすかったですね。これにプラスなんかドライワックスだったりとか、クレー系のワックスだったりをなんかいろいろ混ぜてあげると、すごいいろんな質感のね、スタイリング剤を自分オリジナルでこう作れるので、僕はすごく重宝してて、もうね1ヶ月しないくらいかな、もうほぼないですね。めちゃくちゃこれは使いました。はい、なんかでもいつもの中野のタントよりかはスタイリングセット力がね低いような気がしました。これはちょっと今度改めて中野のスタイリング剤どう違うのかっていう結構細かく調べた動画アップしますので、でまあこれに続き同じ中野の製品なんですけど、はい、こちらですね、じゃじゃん、中野の、ヘアフレッシュスプレースーパーハードでございますね。まあこれよく僕が昔なんだろう、使用頻度高くねめっちゃ使ってた商品なんですけど、やっぱりこれは他のスプレーと違ってもう明らかに粒子の細かさが違います。もう段違いでね、こっちはすごい細かいです。はい、で固まるのもすごいなんかね、こう指で触りながらやっててもあんまりねベタつかないような感じがしました、他のスプレーと比べると。で固める力はやっぱり他のより若干ほんの気持ち劣るかなと思ったんですけど、でもこの粒子の細かさだったりベタつきの軽減だったりとか、そういうのでね結構細かい作業をしやすいなって思いました。すごい使いやすいですね。はい、初心者の方でもこれはかなり使いやすいんじゃないかな。トリエの10とかだとちょっとベタついてしまって、まあ、逆にそれがかなりねキープ力につながるんですけども、これはすごくね扱いやすいスプレーかなと思いました。はい、ということでね、スタイリング剤編はこの2つだけです今回は。はい、先ほども言ったその、まあ、新生活ね、カラーとかなんか髪いろいろやってちょっと傷んじゃってね、アイロンが通らなかったりとかいろいろあると思うんです。僕のお客様でも実際そうで、やっぱりカラーするお客様多かったので、その中でこう使っていく中で、やっぱこれいいなって思った商品が一つあります。まあタイトルにもある通りね、すごい意外な商品かもしれないですね。まあ主に一つなんですけど、プラスアルファもう一つ紹介するものがあります。それがまずこちらですね。じゃじゃーん、ワンダムの、ストレートアイロンでございます。いつもこう何かと比較するとき使ったりとか、まあ僕個人的にもねよく昔使ってたんですけど、これやっぱりその髪の滑りはめちゃくちゃいいですね。うん、なんだろうね、こう他のやつと違って、アドストもアドストでもちろんすごく滑りはいいんですけど、なんかすごいツルツルこう抜けてく感じ。アドストはこうちょっとなんか若干の引っかかりあるけどでもスーッといく、すごい使いやすいんですけど、滑りはねやっぱこっちの方がいいなと思いました。でこれ1万円切るでしょ、だからその価格帯の中だったら圧倒的にこのアイロンは滑りはいいですね。重さも別にそこまで重くないです。結構高めのアイロンとかと比べると若干ちょっと重いなとは感じるけど、普通のアイロンと比べたら全然重い方ではないですし、むしろね小回り効きやすいアイロンだと思います。だから8000、9000だったかなのアイロンの中ではやっぱりねワンダムすごいいいなって思いました。改めてこのアイロンの良さっていうのが分かりましたね。だからなんかこうアイロンの滑りとか気にしてる人とかはとりあえずねワンダム使えばまあそんな引っかかることはないんじゃないかなと思います。いろいろねアイロンの機能とかいろいろ悩む方多いと思うんですけど、とりあえずねワンダム買っとけば間違いないかなって思います。そしてもう滑りに関して言ったらやっぱこれ最強だなって思ったのがこちらですね。ラディアントの、アイロンでございます。プレート自体がなんかシルクプレートっていうやつで、なんかなるべく髪を傷ませないように作られたプレートらしくて、滑りに関してはもうこれがもうピカイチですね。値段がやっぱり高い分あって、滑りに関してはもう右に出るものいないぐらい、それぐらいやっぱりいいなって思いました。たまにしか使わないんですけど、俺もまあ宿毛だとか女性にね使われるアイロンだとは思うんですけど、メンズも全然使えるかなって思いました。癖が強くてすごい乾燥してて滑りにくいっていう方でもこれとにかく使えば問題ないんじゃないかなって思います。もちろんこのさっき紹介したワンダムでも全然ね滑りはもうかなりトップクラスでいいと思うので、全然1万円切るアイロンこのワンダム使ってあげてもいいんじゃないかなと思います。ということでとにかくですね、4月まあ今月もそうですね、ダメージ毛の方の施術をすることが多いので、そういうのを踏まえた上でこのねアイロン2つがすごくいいかなって思いました。ということでいかがだったでしょうか。結構やっぱりね季節によって使うものってのは若干変わってくるなって思いました。基本的に僕もワックスもアイロンも使うものって大体決まってるんですけど、やっぱり梅雨時だったりこういうね髪ハイトーンやる時期だったりとかいろいろあるので、それに合わせてねいろいろスタイリング剤とか道具とか変えてあげるのもこう美容師やる上での楽しみというか楽しさだなっていうのを改めて感じました。ということでこの動画が参考になったらぜひ高評価、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。Twitter、Instagram そちらの方も、ぜひチェックお願いいたします。 LINE アットの方から予約に関する受付、しておりますのでぜひチェックしてみてください。ということで本日もご視聴ありがとうございました。